今回はこのソニーの FDR-AX45 をね、ついに購入したんで、レビューといきたいと思います。上にね、これ、マイクがついておけん、ネットを参考にしながらね、ここにフェイクファーを一応貼ってるんですけど、風切り音のためにね。で、それで、これをつけて、とある場所を歩きたいと思います。ただ現在、早朝6時過ぎ。真っ暗ですね。一応ね、ヘッドライト、頭にライトをつけて、ぼちぼち行きたいと思います。それでは行ってみましょう。寒いね、まだ真っ暗やね。例の場所にね、なんかついております。ここから侵入せんように、緊急につけたのかな。でも真っ暗やけん取り寄らんな。暗いね、ここね。一応ね、ローなんちゃらモードっていうのには知っております。大丈夫か。寒いよね。今現在このとある場所はマイナス1度、非常に寒い。まあでもこう車幅考えたら、あれ確かビッツやったろ、トヨタの。まあ車は通れんこともないよね。ビッツのシャーバーが確か 1.6メートル、 1.7 メートルぐらい。ここをね、ここをばあちゃんが大爆走してたわけですよ。どうかな、空間手ぶれ補正。そこ、そうそうそう、このレビューをね、せんないかんちゃんね。空間手ぶれ補正、まあひかりがあんまないけん分かりにくいか。
で、この辺で若者がばあちゃんばあちゃんっつって、ばあちゃんが爆走しよるっつってね、まあ確かに歩道はひどい、広いけど、でもよくこのとこ間違いだね。風の方はあんまりないね、ほとんどない。この歩道の入り口にさ、早速なんか侵入防止のためのポールが立っとったのには笑ったな。で、ここであの若者の車と爆走おばあちゃんの車がこうさよならした場所ですね。若者は若者は普通にこっち方面、ばあちゃんはこっち側を降りてった。どこで降り立っちゃうかね、歩道から。この辺から降り寄ったような感じがするちゃうな。多分ここから降りたよね。さすがにここから降りたよね。もうここ車幅があんま足りんめいけん。空間デブレ補正は効いとんのかな。とりあえずね、インテリジェントアクティブに設定しております。録画方法は普通の HD ということで、まあとりあえず暗いけどね、あんまりレビューはできんけど、まあこんな感じでいいんじゃないでしょうか。とりあえず、夜間撮影だとこんな感じ。ということでね、一応 AX45 のテベレ補正とかね、夜どんな感じで撮れるのかっていうののレビューをとある場所でやってきましたね。ということで、以上です。では皆さん、くれぐれもね、歩道を走らないように気をつけてください。それではさよなら。